アントニーのレトーはイタリアの画家である。主にシチリアの風景が風俗画を描いた。シチリア島のモンレアーレに生まれた。おじの援助によりシチリア最大のマチパレルモでロヤコーノラに学んだ。当時の南イタリアで指導的だったフィリッポ・パリッチのスタイルを学び、1864年にナポリ美術アカデミーに入学した。 1860年代のナポリ近郊のエルコラーノやポルティチで活動したレジーナ派に加わり、その中心的な画家のジュゼッペ・デ・ニッティスやアドリアーノ、チェチオーニに学んだ。パレルモの展覧会、シラクサの展覧会で入賞し、1872年にはフィレンツェの展覧会にも出展した。1873年にローマに旅し、ローマではタフランチェスコ・パオロ・ミケッチと親しくなった。 1876年から1878年の間はフィレンツェで活動し、1879年にパリの画商、グーピル商会のアルベールグーピルに招待されてパリに旅した。1880年にパレルモに帰り、シチリアで活動した。ありがとうございます。